イヤリングよ。私ピアスを開ける勇気ないんかもしれん。これから一生一生。熱キャベツ姫キャベツ姫こんばんは。え、ピアス開けたことある人、ピアス開けたことある人おる？こんばんは。まあまあ痛い。ない、はい、なし、はい、開いてる、こういう方、ない、ナッシング、シーン、一度もないです、なし、ない、開いてるよ、俺、穴だらけ、え？ない、ない、こんば、こういう方、ないよ、ないよ、ない、ない、安全ピンで開けました、え、それやばくない？こういう方、もう塞がってる、13個開いてる、え？やばい。13回あのパーンみたいなバチーンみたいなやつやったってことよね。パチンと開けるよね。時代劇に出られんようになるよ。え、どういうことどういうこと。あ、タイガ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 よね、タイガタイガドラマ一つ開けると、え、ピアスあれも、え、ピアスじゃないよ私これ、イヤリングじゃけ、ピアス開けれよ多分、ほんまに。ちょっと待って、想像しただけでちょっと手汗かく。なんかさ、あのそういう病あれがあるじゃん、機械ホッチキスみたいな、あの100均とかで買えるやつ、え、ほんまにこれで開けれるんか。パジャマもれも、いやこれパジャマじゃないんだけど、いやマジでパジャマって言ってないけ、下ピしますか。いやいやいや、そじゃないけ、そじゃないけ、そじゃせやないけ、せないけ。私あとベロが短いんよ、マジでここまでしかいかん。めっちゃ行く人おるよね、ベロ長い人って。下ったらずなんやこれ私多分。ちょっと下ピもせんけど、あ、パジャマじゃないけ、この服パジャマじゃないけ。そう、下、え、かかにどうやって開けなんかだ、取ってあげるなんか、ごめん、へそピュアしてるんでしたっけ。いやでき、してないけど、個情報な、マジでほんまに。マユピしてたよね、やじき、してないけ、ほんまにしてないけど、個情報な、ほんまにしてないよマジで。え、痛い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 、どうやって開けるの。だってさ、ベロってさ、噛んだだけでもさ痛いじゃん。え、待ってよ、せーのってことはね、せーの、え、めっちゃ痛いんだけど、今噛んだだけでも痛い、しかも今噛んでるのはさ、自分で手加減してるけどさ、痛いわけないじゃん。やばい、太い針でプスってやる、やばい。無理してしなくてもいいのよ。いや、せんよ。え、せんよ。魔が差すことがあるんかな、どうしてもしたいみたいな。ちょっとテヘペロしたのバレた、あ、バレた。あの、この、あの下ピの
あの話の流れで可愛さアピール急にしたのバレた？いやしてないき。普通に、痛い。今日はレモンを耳につけてるよ。あ、ギフトありがとうございます。いっぱい来てるギフト。白眼鏡さん、マキマキさん、ナスタさん、たかゆきさん、ヨウムさん、ノッシーさん、癒し系さん、イクさん、高梨智之さん、セルジュ・ルタンスさん、ダンゴ部長さん、ボンチーさん、デブニャンさん、ギフトありがとうございます。そう、いてててててよ、絶対痛いよ。なんかピアス開けたらハマりそう。楽とか言いそう。早く休んで、ね、ありがとう。後ろで結んだお姉さん、ほんまに結べんのんじゃけど短くて。こんばんは。シャビー食べたくない。どういうこと、どういうこと。でもあのピアス開けとったらあの落ちんみたいな、なんか古畑さんみたいに開けるかな。え、古畑さんも開けとった？なおちゃんみたいに大量に開けるんだ。え、なおちゃんそんな大量に開けとるん？ミルクのピアスもう収めたよ。これさ、後ろ、これ裏ないよね、実は。表見てほしいんだけど、なんか裏へ向くんや、これどうしてもこれ。あ、なるほど。シャーベットのことね。こうじゃろ、こうじゃろ。青いレモン水道の水でジャブジャブと洗ってそっと隠した。ミルクのイヤリングはなーちゃんへの求愛ですか。いや違うけ違うけよ、違うけ。裏と表があるよ、これ。あ、これ今これ裏。今日マリンスタジオ、今日はお話しありがとうございました。そう、嬉しい、楽しい、楽しい、嬉しい。ありがとう。なんかね、あのお話し会ってなんかなんて言ったらいいんだろうね、なんかおあのなんて言ったらいいんだろう。昔はさ、まあ、レーン、お話し会のレーンだったらさ、なんか、まあ、後ろにもファンの人おるし、あのお互いがね、なんかでもオンラインだったらなんか1対1じゃない、まあ、スタッフさんは遠隔で見てるかもしれんけど、なんか1対1感が強くて、なんかわかる、親密度が上がるというか、なんかもうゲームみたいな、なんか例え方だけど、なんかそう。今日マリンスタジアムからお話し会に参加しました。今日暑そうだったね。なんかスタジアムからやってくれる人多かった。2人だけの空間ないよ。そうなんよ、レベルが上がる親密度レベルが上がるなんか言い方がマジか。テレビ電話感、確かに確かにな、テレビ電話感あるよね。あ、イモースさん、尊い、ありがとうございます。ノブさん、自分人生初お話し会参加する、緊張する。え、人生初ってなんか大事そう。初めてのお話し会のこと皆さん覚えてますか。覚えてる？あまり
覚えとるじゃん。覚えてないとかなんか。覚えて、お疲れ様です、ありがとうございます。覚えてる。おお、コカの話かはいい意味で緊張してた。ほんまに今と同じでガチガチに緊張してた。緊張した MV の丸眼鏡、え、ありがとう。俺の初お話し会はコカに捧げました。え、サンキュー。握手会ではなくて、あ、握手会も含めて、含めて、含めて。そう、覚えてるか。 AKB の前、覚えてる、指原さんだった。すごっ。初めては多分松井のれなちゃんでした。すごっ。コカの握手に初めて行った時覚えてる。ほんまにめちゃくちゃ緊張したわ。懐かしい。初めての握手会は木崎ゆりやでした。あの木崎ゆりやさんはあのマネージャーさんのあのなんていうんですか、マネージャーさんとずっと一緒にいて、でいてて、マネージャーさん経由で仲良くあのお話しさせていただきました。初めてのコカは暗闇だった。暗闇で初めてだったね。なんかちょ、私が暗闇だったみたいな。え、どういうこと。そういうこと。オンラインで暗闇だったってこと。え、待って、みんないっぱい思い出があるけ、いっぱいコメントしてくれてる。お、れなちゃんやな、握手最初。え、待って、落ちた。あ、びっくりした、取れたんかと思った。これ結構ね、重い。暗闇。コカは初めての握手会、お話し会どうじゃった。え、私は、え、私の初めてのお話し会どうじゃったか。え、初めましてお話した、お試しお話し会だった。あ、私の初めましてのお話し会は AKB 全役、それとも怖く、ん、どっちだった、どっちが先だったんじゃろ。AKB 全役が好きだったんかな。こんばんは、こんばんは、こんばんは。初はいつなんだ。個別が好きじゃない。え、個別が好きだったんかいね。本店の個別が好きだったら、33人例の時、ん、うん、個別、うん、初めてどっちだったんじゃろ。初めての善悪の時はなんか人がなんかね、あのもう回転寿司ごとく流れて、もうめっちゃ目が回ったんよ。なんかほんまに、ほんまになんか、あ、あ、ああ、ああ、ありがとうございます、ありがとうございます。なんか目が回ったの覚えてる、めっちゃ。おじゃけ、あんまりこう、うん、思い出っていうか目が回ったっていう、え、これってほんまにこれで正解なんみたいな感じで、なんかえ、これが正解なんかなみたいな。え、いい例えじゃろ。マジ回転寿司だったよ。こっちも目が回る回転だったし。目が回るんよ。あれ回転すぎて全然覚えてない。え、そうよね。多分ね、ファンの人もね、回転寿司気分だったと思う。うわぁ、回せれとる。こう回されとるわけじゃないよ。アイドルも大変そう。え、アイドル何も分からずに、なんか全てがアンズリより
産むが易し、アンズルより産むが易し状態で全部、とにかくやってみようみたいな感じの、そんな感じだった。なんか何にもなんか、難かった。握手会の思い出はなんかもうこれであっとんかなっていう感じで、で小悪はあの個人個別握手会はなんかまず全然人が来んくって、てか人とファンの人までの距離が遠すぎて、あのここで握手するんだけどめっちゃ遠くにファンの人がおるみたいな、ちょっとだけめっちゃ手振ってジャンプしながら、今も ST48 のオンラインじゃない、直接会って入るお話し会はあれなんだけど、なんていうの、その距離は一緒なんだけど、まあ、距離はまあ離れてるんだけど、握手会できる机までとその受付までが、もうずっとジャンプしとったよ。開花見たかった、嬉しい。今日80代のエスニック待ってえ、服ってこの、え、このイヤリング、これ80年代に流行ったん、これ。え、お茶の飲み方変、私恥ずかしいんだけど、いろいろ突っ込まれるんだけど、ちょっと待って、まず飲み方は豪快な飲みっぷり、80代のエスニック、え、そうなん？あ、あれか。トゥルルトゥ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 ルルルトゥ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 できん、みんなどうやってやってるんだよこれ。あ、待って、いっぱいギフト来てる。猫コアさんギフト、スエンさんギフト、マキマキさんギフト、広島のキエ音声さんギフト、マキマキさんギフト、グラファンさんギフト、ありがとうございます。そう、マジで幼稚園保育園からちょっとできんかったんや。できる？みんなこれ。え、みちもできんの？えー、仲間。嬉しい。これはできるよ。疲れが出とる今。でもこれはできん。え、どうやってやってるんじゃこれ。これ、え、出てきた。
ってるんだけど合ってるこれ。プーで目が開くのなんじゃこれ。プーえできん。えお腹痛い。えみんな何に笑うん。えめっちゃ真剣なんだけど私これ。えこれほんまに結構ガチで真剣なんだけど。えこれマジで。えこれ違う笑い事じゃなくてこれ。え何が面白いんこれ。え微妙これできてない。最初できる。えいやこれマジで真剣なんじゃけど。えほんまにほんまに。え違うみんな何に笑ってる。え、何に笑った？あ、目？目？え、喉を振動させとる。これ違うん？いや、顔芸じゃない、顔芸じゃない。待って。別に可愛い顔も意識しないし、変顔も意識してないんだけど。いや、これマジで。え？目？でもね、目つめてもできるよ、多分。できんのよ。あ、で目つむれん、目つむれん、マジで。え、できん。目開けたらいける。え、マジでこれ笑い事じゃなくてほんまにむずいんよ。ダラララララララやろ。ダラララララララじゃ遅いんだろ。ダラララララララ。え、マジでむずい。え、これどうやってやるんじゃろ。なんかコツとかないですか。え、何に笑っとる。あ、瞳孔が開いとる。待って。え、目がやばいん。待って、私自分の目を見れてないんだけど、真剣すぎて。私もできんの。できんよね。マジでむずい。札幌ラーメンで練習できる。札幌ラーメンできてないよ。札幌ラーメン、あ、札幌ラーメン、ラーメン、あ、待って、ラーメン、待ってよ、アンブレラ、あ、わかった、傘いける、傘いける、アンブレラ、え、できてるこれ。こういうなんか軌道じゃないとできん。だんだん上がっていく感じじゃないと。え、ラーメンができる。広島ラーメン、広島ラーメン。え、マジで難しいんだけど。え、できとるよね。これだんだんなんか近づいてる感じするんよ、ほんまに。でも一人でも空気が多い。アンブレイラ、アンブレイラ、アンブレイラ。え、どうやって取ったじゃろ。え、待って、下の力を抜く。え、アンブレイラ。え、ただのアンブレイラなんだけど。え、ちょっと待って、今のが一番おもろいじゃろ。え、ただのアンブレラなんやけど。え、マジでむずい。どこに向かっていくんか、え、私もわからん。マツコデラックス、マツコデラックス、マツコデラックス、ま、え、札幌ラーメンはどこから来たの、あれ。札幌アンブル難しい。マクブルーム、え、むず、難しい。 R の音が巻き舌になる。え、 R の音、アンブレイラ、あ、ラ行ってこと。
マジでむずい。え、みんなは何に笑ってるかわからん。こっちマジ必死なんだけど、どうしてもできるようになりたい。っていうか、ボイトレ行った時もなんかこれを求められるんや、できますかみたいな、巻き舌できませんって。でも一生できんかったらさ、ね、やっぱりね、あの、できる、できんことをなんかどうできるようにするか、まあっていうところで、え、なんか楽しそうで嬉しい。いや、楽しいよ。なんか徐々にね、完成形に近づいてる感じが。顔に笑っとる。え、待って、私ブサイクな顔しとる？無理。舌が短くて負けない。そうなんや、多分ここまで。なんか、あ、頑張ってベロ出してもこれぐらい。なんかな、角があるやん、かな。かなさ、かな、裏のさ、かな、線があるやん。線があるじゃん、ベロの。それが痛い。もう、頑張って。ほら、せーの。え、鼻につかんよ。鼻につかんのんだけど、え、つかんすぎる。え、どうやってつくの、みんな。え、短すぎる。え、みんなできる。え、でもできる人っておるんかな。鼻も下に。かなすぎるよね、これ。え、確かに短いよ、ほんまに。顎にはつく、顎にもつかんのよ。自分の顔が下に行く。わざと出してないよ。え、これガチなんだって。もうね、かなな、この、この裏の線がね、だってこんなにさ、自分のベロの話をさ、話すの恥ずかしくなってくるんだけど。この。ベロの上かけ。鼻につくのが普通だと思ってた。え、嘘！それは、あざと短いじゃない？なんか。もうこれはしょうがない。あ、私も同じくらい。あ、仲間がおる。めっちゃ長いって。アインシュタインとかめっちゃ長くない？あ、アインシュタインさん、 ちゃんと継承は忘れんように喋らんといけない。アインシュタインさんとかめっちゃ長くない？え、もうここまであるよね、ベロ。え、だってアインシュタインさんのこういう、よくこういうのよくあるじゃんみたいな、あのね、発見者ね。あの、べ、ここまでない、ベロ。アインシュタインさん、マジであの人、マジであの人長くない？発見者よ、発見者発見者、有名な写真。どんな写真見たの？え、あれよ、もうすぐに出てくる人。あ、いや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 、芸人さんじゃなくて、それ長さ別のところが長いんじゃない？そしたら芸人さんのアインシュタインさんは顎が長いかもしれない。違う、別、違う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 、あの、発見者の方の、え、何を発見した人でしょ？ね、え、わかるよ、電球作った人じゃない？あ、違ったっけ？違うわ、分からんわ。何じゃったっけ？え、分からん。テスト前に復習して解けるものよ、そういうのって。
相対性理論、あ、エジソン、電球って。エジソンは偉い人、そんなの常識。相対性理論の人ね。GPS。GPS 怖いね。ベロ赤い？マジで難しい。え、すごい、ほんまに尊敬するわ。私ベロあんまり人生で使ってないんじゃなってめっちゃ思った。今日の配信巻き舌もできんやし、できんし、足がつりそうです。めっちゃ足が白い。この流れで落ち込むところまで落ち込むよ、自分のベロに。落ち着きました。うん、ちょ、落ち込みました、マジで。でも一つ私のことに詳しくなった。私が、あ、まあみんなもだけど、まあ、みんなも私のことに詳しくなったけど、私はここにほくろがあるよ。ここにもあるよ。ここにもあるんだよ。涙袋描いてみたくて。そう、ここにあるの。ほくろ増えたりするん？え、ほくろってさ、ふう、え、ほくろって増えるん？どうやって増えるん？ほくろって。私ここにできたんだけど。STA に入った時はなかったほくろ、ここにできた。ここ見える？ちっちゃいけど。ここは昔からあったんよ。増える？あ、紫外線に当たったら増える、ほくろ。え、鉛筆が刺さったらできる。え、それは私あるよ、ここに見える？これなんだけど、ピントが合わん。これ、ここにあるんだけど、この私、あの、まあ、シャーペンがあるじゃん、こうこれぐらいのシャーペンがあるじゃん。で、こうカチカチしたらさ出るじゃん、普通に。それをいつもこうやってカチカチって勢いよくやっとったんよ。こうやってカチカチって写真の円、それを逆でこうやってカチカチってやって刺さった。写真がマジでこっからチョンって飛び出とったぐらい、めっちゃ痛かったよ。で、横から見たらこうやって写真が刺さってるけん、なんかすぐ抜かずに、あ、なんかほんまにこんな感じで刺さるんやみたいな感じで、ちょっとね、なんかね、観察しちゃって、ヤホよね。いや、すぐ抜きなよって感じよね。そしたら、え、泣いた。マジで痛かった。マジで痛くて、ここに写真が刺さって、いや、突き抜けてはないよ、突き抜けてないし、全然突き抜けてないし、めっちゃ血が出たとかじゃないんだけど、ここに刺さって矢みたいに、で、もう痛いってなんか涙出るんだけど、痛いって、も痛い痛いって言いながら、あ、こうやって刺さるんやみたいな。うん、泣きながら、あ、
こうやって刺さるんやみたいな、ずっと見よった。そしたらここにほくろができた。痛かった。手のひらで G かけられちゃった。確かにこういうことだろ。自分に写真刺せばそれでって、え、すごい残酷なんだけど、え、ちょっと待って、これ笑うやつ。いや今は笑えるけど、マジで写真刺さっとる自分にそんなこと言ったらマジで怒っとると思う。そんなこと言ってる場合じゃない、痛いってなるよほんまに。でもそれでも観察したけど、マジで痛いよ。え、マジそれか、そのさ、写真のさ、痛い経験をさ、思えばさ、また話振り出しに戻るけどさ、このピアス、え、これイヤリングなんだけど、ピアス、どっちが痛いんかねって思うよね。ピアス開けるのと写真刺すのと。コカは怒ることある？あるよ。ある。手のひらは描きにくいから指先にしよう。え、やだ。伏線回収、伏線回収です。そう、伏線回収、オッケー。え、なになに、怒ったこと？最近なんで怒った？あ、でも人に怒らん。人に怒らん。だって嫌われたくないもん。なんか怒れるのってすごいなって思う。でも嫌われたくないもん。ちょっと静かになる。でもあんまりバレたくない気。え、なんか真剣なんですよね。そう。一番腹が立ったこと、え？なんか、あ、でもなんか傷つく。なんでそんなこと言うんじゃろうみたいな。傷、なんかあのカープもね、まあまあ交流戦、まあボロボロだったんだけど、まあもうボロボロだったんや、ボロボロはボロボロだったんだけど、ボロボロだったんだけども、なんかカープのことをなんかボロボロだったんや。まあ確かに負けたんだけど、まあ負けほうかったんだけど、でもなんかそれをもうめっちゃボロボロに、ボロボロなんだけど、ボロボロに言われるとなんか傷つく。よし、もっと応援しようってなる、こっちはね。うん、確かにね、はん、何しとるとかなるけど、カープなるけど、何しとるとなるけど、し、次頑張れっていう感じ。まあね、でもまあ、あのそれぐらいね、怒るほど好きだし、まあ、あの期待するほど、その逆にね、期待するほどこうなってほしいってあるけ、ボロボロボロが出ると思うんだけど、わかるんよ、わかる、マジでわかる。まあみんなもそうなんじゃない、私に。え、怒ることでなくない、あんまり。なんか怒ることあるかな、怒ること。あー、なんか
怒っとる人見て怒っとるんかなみたいな、いやもしかしたら怒ってないかなみたいなただの空気読めんこみたいに見える。でもなんか意外に怒っとる人ってなんか怒っとる人扱いされたらなんかほんまに怒っちゃうじゃないですか。なんか怒るじゃなくて意見、まあそう言ってね取られるのが、ね、楽ちんですよね。またお互い楽ちんですよね。まあ、多分きっとそれが怒っとる人は怒っとら使わせたらな、怒るよ、まあ、ほんまに。かいはー、今日は勝った。後輩にマジギレするドッキリ、え怖いよ、嫌だよ、嫌われるよ。あ、本気でココアさん怒らせたらこうなるんじゃっていうことだろ。いや、やだよ、悪いことしてないのに怒ったらね、怒られ癖がついちゃいけねえ。あ、待って、いっぱいギフト来とる。デブニアさんギフト、エリアスさんギフト、イエシキさんギフト、マキマキさんギフト、モヤタロウさんギフト、ありがとうございます。てんちゃんさんギフトありがとうございます。私ドッキリされたらやだな。だって嫌だよ、怒られるドッキリじゃん。だって怖いもん。できるだけあんまり人を怒らせたくない、トラウマ。結構怖いよ、だって怒られるのは。はんちゃんさんギフトありがとうございます。平和主義者なんかね、話し合ってねやる方がね。あ、シェイさんギフトありがとうございます。え、なあちゃんに急に怒られたりしたらなんでなってなるかもしれん、こっちも。こんばんは。いった。え、人間のさ、治癒能力ってすごくない？急に話変わるんだけどさ、人間の治癒能力すごくない？カープ今年スワローズに1勝しかできてない、してないからセリーグのためにも来週頑張ってほしいね。6月28日からマツダスタジアムじゃもんね。え、治癒能力すごくない？人間の尊敬する。だってあんなに怪我して痛いって思っとったところがさ、かさぶたになって、かさぶたが取れて何事もなかったように肌になる。年を取ると治りが遅くなるよ。え、ほんまに？年を取ると遅くなるの？大人の階段登る君はまたシンデレラさ。心みたいに再生できたらいいのに。いや怖い、怖い、マジで怖い。でもほんまにさ、人間が死なんみたいになったらさ、どうなると思う世界。え、ちょっと待って、怖い怖い話してしまった。いやめっちゃ痛い、今傷を観察しとる、自分のことを観察しとる。さ、どこに傷があるの？あのね、肘、膝、膝、膝、
膝にある。痛いなぁ、マジで。しかもなんかさ、突如できた。突如できて、突如治った。ん？肘、膝。新しい人も変、不老不死の研究は進んでるからそのうち老化が止まるかも。え、なんか気になる。あ、メタバースの世界ね。もう一つの世界、仮想空間で自分が生きる。メタバース興味ある。解放。え、私さ、物語とかを考えた人ってすごくいいなと思って、物語を考えた人ってすごくないじゃけ。例えばさ、人魚の世界とかみんなできる。え、確かに。じゃあ私も考えよう。え、じゃあ、あったら言ってね。もうすでにあったら。細胞の世界。あるか、あるわ。働く細胞っていう世界がある。そう、人魚の世界とかさ、宇宙の世界とかあるじゃん。あのトーマスもさ、列車の世界じゃん。あれ、細胞の世界もあるな。早いな。虫の世界はあるか。あるか。何があるかな。鳥の世界もある。妖精とかもすごいよね。カープの世界、選手の世界。でもアイドルもさ、それがさ、今こう行動することが全部物語になるじゃん、アイドルも。なんかちょっと難しい。なんて言ったらいいんだろう。入ったことが物語のスタートじゃないじゃん、別に。人それぞれのスタートがあるわけよね。めっちゃ昔からアイドルを目指しとったら、その時からがその子にとってはアイドルの物語スタートやし、もしお母さんが申し込んでくれたんなら、その瞬間がなかったらアイドルじゃなかったと思えば、その子にとってのアイドルのスタートはそこやし、物語のね。ね、深いね。エリアさん、ゲートありがとうございます。語る詩人、後頭部で語る詩人。夜よ、僕を詩人にするな。綺麗事では終わりたくない。生きることに傷つき。深い。全然深くないんだけど。全然なんだけどね。中身ないんだけど。唇が乾燥する理由がわかります。唇舐めがち。銀南さん、ギフトありがとうございます。
舐め癖が。デブニアさん、ギフトありがとうございます。眠くないの、眠い。明日も朝6時集合ぐらいで起きるの早いんじゃけど、起きれるか心配じゃわ。チャーリーとさん、ギュートありがとうございます。まあでもね、絶対起きるけど大丈夫。アラームね、もう絶対起きれるよこれ、もう絶対起きれるこれ。チョコビチさん、ギュートありがとうございます。ナッシーさん、ギュートありがとうございます。さあ、明日はお仕事です。頑張るね。起こそうか。いやもう起こしてもらえるものなら起こしてほしいわ。でも実は私起きれるんよ。4時起きぐらい続いてて早い。5時起きぐらいかな。飯食えんやろ。ご飯より睡眠。朝はね、朝は。夜は、夜っていうかなんか朝はまあそうなよ。チャコキチさん、ギフトありがとうございます。どうやったら起きるの。どうやったら起きるんだろうね。なんかあのね、寝起きもいいよ私結構。寝起き悪いのってさ、どういうことなんかな。睡眠を妨げられたくないっていう気持ちで、ちょっとイライラしとるっていうことかな。朝から私なんか、なんか寝起きを妨げられたくないみたいなこと、なんか頭が回らんってこと。機嫌が悪いっていうのは、分からんのに、あんまりそれが。起きてもぼーっとする時間がない。私はなんなんだろうね。寝起きいい方、いい方っていうかいいよ。あー今日始まったって感じ。もう何時に起きても、別に。もなんか自分が機嫌よかったら周りも機嫌よくなるかなと思って、わざわざ無理やり機嫌よくするわけじゃないけど。羨ましい？見るからに弱さ。ほんまに機嫌よさそう。ほうじゃろ、いいことじゃろ。いやショートスリーパーじゃないよ。寝れるよ多分。だって前はね、前なんか夜のまあ12時ぐらい寝て、何にもあの夕方のレッスンとかぐらいだけだったら、お昼に、お昼まで寝とったから。配信で寝てた配信ではちょっと、ね、眠くなっちゃった。だからコメントの流れがね、コメントの文字とか読んだら眠くなってきたりする。もうそろそろ1時間ぐらいしたことになるんかな。近い近い近い。近い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 。うん。そうなんよ。文字見とったら眠くなったりする。チ
怖かったね。乗ったことない救急車ある？乗ったことないよ。乗ったこと私ないよね。できるだけない方がみんないいけね。みんな健康でおってよ。みんなが健康で幸せでおってほしい。うん。え、あるの？ある人もいる。みんなが幸せになってほしい。ほんまそればっかり思う。ってことでランキングを読みます。13位、13位ジョージジョージさん、12位白メガネさん、11位癒し系さん、10位マキマキさん、9位飯田ひろゆきさん、8位グラファンさん、7位もや太郎さん、6位団子部長さん、5位ノッシーさん、4位コルバットさん、3位高梨智之さん、2位銀南さん、1位は猫川さんです。ありがとうございます。はいはい、ということで皆さん配信を見ていただきありがとうございました。今日はレモンの服にレモンのイヤリング、瀬戸内に来たらレモンを食べてくださいの配信でした。いや違うんだけどね、何のまとめ方ってね、まとめ方の下手くその極みですけれども、はい、瀬戸内レモンを食べたら私を思い出してくださいね。ST48のカイココアでした。あのまた10時から配信するかもしれん。明日はできるかな。10時から配信ベースで頑張って毎日配信を続けていきたいと思います。バイバーイ。